武井さん今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ミスディオールは愛の香りとして世界中で愛されてまいっております。武井絵美さんにとってズバリ愛とは何でしょう。愛とはなんか難しいなと思いますけど、愛がないと何事もこうできないかなというか、原動力には愛がつながってるのかなと感じます。はい、ありがとうございました。